おはようございます、斉良平です。今日はですね、ちょっとある季節がやってきたので、そろそろなんですけども、スーパーでこの時期旬のもの、ちょっとねバイクが走ってきましたんで、この時期旬を迎える、まあ今までも何度か動画とかでも上げてますけど、旬の食べ物、特にフルーツ系のものってですね、すごくいい流れ、運勢を、運の流れを持ってます。なので旬のフルーツとか旬のものを食べると運勢上がりますよって話をしてたんですけども、まあ、この時期絶対欠かしちゃいけないのがですね、何かというと桃です。もう少したら桃がいっぱい出てきますけども、なんで桃がそんなにいいのかっていうんですけども、風水の話だったと思います。確か三寒ってのがあって、まあ桃とみかんだったかな、とあとブドウとかいうのがすごくいい縁起のいい食べ物だって言った中で、桃はその中でも僕は別格だと思ってます。あ、桃って言ったら皆さんもよく鬼退治の桃太郎でも桃が出てきたんですけども、あれ何かっていうとですね、言葉をかけてて、桃っていう字を音読み訓読みで分けると桃と逃と呼ぶんですけども、逃避行とかの逃げるって意味があるんですけども、まあ、災いが逃げていくっていう意味合いがあったりとか、あとは西遊記ねの中で孫悟空はお釈迦様の桃見つくって不老長寿になったとか、桃って結構出てくるんですよね。で、桃ってもともと多産とか、赤ちゃん子宝の運勢も持ってますし、恋愛運もこれ持ってます。めちゃくちゃだし、もう何にしてもこの桃っていうもの自体がすごくいい効果を持ってますよってことで、そろそろ、この時期になってくると桃が出てきますので、もう真っ先に初物で桃買って、ぜひ美味しい桃を食べてください。桃は皆さんの運勢をきっと上げてくれますよっていうことを、覚えた上で、今日は、ちょっとそういうことを意識してくれると普段の生活の流れ変わりますよってことを覚えておいてください。もう少したら桃です。以上です。今日も元気よくいってらっしゃい。お気をつけて。